クルトマズアは、旧東ドイツ出身の指揮者。1927年7月18日、ドイツ東部シュレージエン地方のブリークに生まれる。1942年から1944年まで、ブローツラフの国民音楽学校で、ピアノとチェロを学び、さらに1946年から1948年まで、ライプツィヒ音楽院に在籍して指揮、ピアノ、作曲を学んだ。 なお、この時代に指揮者のハインツ・ボンガルツから大きな影響を受けたとされる。ライプツィヒ音楽院を卒業した1948年から、ハレ州立歌劇場の練習指揮者を務め、やがて正式者となった。1951年には、エルフルト市立歌劇場の第一指揮者に転身し、1953年には、ライプツヒ歌劇場の第一指揮者となった。 1955年から1958年にかけては、恩師であるハインツ・ボンガルツの下で、ドレスデンフィルハーモニー管弦楽団の副指揮者を務め、さらに、メクレンブルク国立劇場の音楽総監督に就任した。1960年には、バルター・フェルゼンシュタインの要請を受けて、ベルリンコーミッシェ・オーパーの音楽総監督となり、1964年には、ボンガルツの後を継いで、 ドレスデンフィルハーモニー管弦楽団の指揮者に再就任した。なお、1967年には主席常任指揮者となり、1972年まで務めた。1970年にライプツィヒ氏の学長とライプツィヒゲバントハウス管弦楽団の指揮者に就任した。同時期、西ヨーロッパアメリカ、旧ソ連の主要オーケストラへ、客演式も、 活発に行い、日本でも NHKFM 放送で頻繁に放送された。1979年には読売日本交響楽団の名誉指揮者に就任、何度も共演を繰り返してきた。また、東ドイツの指揮者としては、異例のレコーディング数を誇るとされている。ベルリンの壁崩壊につながったとされる1989年10月9日の、 ライプツヒの月曜デモにおいて民主化を要求するデモ参加者が7万人に達し、秘密警察と軍隊の重口が市民に向けられた際は4ヶ月前に起きた天安門事件の二の前になることを恐れたマズアは東ドイツ当局に対して市民への武力行使を避け平和的解決を要望するメッセージを発表した。この行動は当時国際的にも注目を集めた。また、 ドイツ統一後の1994年5月に、リハルト・フォンバイツ・ゼッカー大統領が退任した際には、一時、ドイツ・キリスト教民主同盟から、大統領候補に犠牲られたこともあった。2009年10月9日、無欠に終わったことは、奇跡と評された、ライプツィヒの月曜デモから20年目にあたる、この日、ライプツィヒのゲバントハウスで、その20周年を祝う記念式典が行われた。 記念式典には、メルケル首相、ケーラー大統領、ティリッヒザクセン州首相、ユンク・ライプツィヒ市長らが出席し、各要人のスピーチ、そしてまずは式ライプツィヒゲバントハウス還元楽団の演奏の下、ドイツ国家聖書に続き、20周年の記念コンサートが行われた。1991年から2002年まで、ズービンメータの後を受ける形で、 ニューヨークフィルハーモニックの音楽監督を務めた。2000年にロンドンフィルハーモニー管弦楽団主席指揮者に就任2002年4月からはフランス国立管弦楽団の音楽監督も務めた。ニューヨークフィルでは退任時に楽団史上初の名誉音楽監督の称号も送られている。また、1990年代からライプツィヒに ゆかりのあるフェリックス・メンデルス・ゾーン・バルトルディの作品の研究と普及に努め、荒廃していた住居を再建したほか、1991年にフェリックス・メンデルス・ゾーン・バルトルディ基金を設立し、メンデルス・ゾーンの再評価を進めた。2015年12月19日、パーキンソン病による合併症で死去。88歳没。まずはアメリカツアーを行った際、 サンフランシスコ交響楽団のディレクターであったピーター・パストレーチに音楽監督として指揮者のヘルベルト・ブロムシテットを推薦した。これは東ドイツ国内のライバルであったブロムシテットを遠ざけるための策略であると噂されたが、ブロムシテット自身がこれを否定している。なお、マズアがゲバントハウス還元楽団を辞任した後の1996年、ブロムシテットは オーケストラ側からカペルマイスターへの就任を打診され、これを引き受けた。私生活では3度の結婚歴があり、1972年には、居眠り運転により2番目の妻、イルムガルトを含む、数人を死亡させた。その後、声楽家の桜井智子と結婚し、息子ケンマズラを設けた。現在、ケンマズラは、サンアントニオ交響楽団上認識者を務めている。 また、戦災との娘カロリン・マズアは、オペラ歌手として活躍している。東ドイツ時代は、芸術アカデミーの会員であった。1995年に、ドイツ政府から大功労十字章、2002年に、大功労十字星章、そして2007年には大功労十字星大樹章と3度の、功労勲章を授与された。また、フランス政府からは1997年に、 レジオンドヌール君賞を授与されている。また、2008年ドイツ本にて、ビルヘルムフルト・ベングラー賞を授与された。ありがとうございます。